杉寺を奪い返すつもりらしいな。稽古を積みました。十分な見知った顔がおったぞ。赤島の者です。櫛寺にも使いを送りましたが誰も来ておりません、うん、あんなことがあってはな。櫛寺なしでも杉寺は奪えます。あいつらが戦えると思うか。我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む。杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ。夜明けに仕掛けます。クロードと共に杉寺へ参ろう。金太の木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか。死の恐怖とは痛みや知らぬ者への恐れでしかないと学んだ。僧兵も同じように考えます。特に兄は里い方だったのだな。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。皆に好かれておるのだな。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますしね。ここの民は下方者だ。街道を外れましょう。こちらへ。寺は杉林の向こうです。僧は捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。わかりますか。我らも長い付き合いになるからな。ノリオ、クロード様、急ぎ駆けつけました。櫛寺が味方とは心強い。杉寺と赤島、櫛が一つにまとまりました。山門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは策に構わず思うままに戦ってください。みんな離れずについてきてくれ。今日死ぬ者は誰一人いない。たとえ倒れてもその名は永遠に語り継がれよう。
Thank you.
上は無理です。寺を取り戻したな。ここで暮らしていた時は兄も方針も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か盗まれていないか確かめなくては。さあこちらです。ノリオ、酒井様。どうした。この中に入ってはなりません。何があるというのです。いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。何も盗まれていないじゃないか。ね、ノリオ。兄さん。牢から連れて行かれた時、てっきり。猛虎に全て教えればお前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。住職のことを言ってしまった。方針、櫛寺、赤島も構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。酒井様、よろしいですか。ああ。ハーチュという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチュとやらは死んだのか。まだ生きています。ノリオ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです。ハーチュの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。雪が止んだら兄を弔います。
堺様、いかがなさいました。ノリオを探しておる。どこだ。炎上の遺灰を墓へ持って行きました。南の山の上です。探してみよう。助かった。尋常に勝負。発射薬局グリン。やあ。よ。なに。ラッキАгын төрдөг!
よ。そちらの精鋭を出せ。Legi un par cinta.兄の炎上は寺にこもるよりも山野で過ごすことを好みました。あの猛虎の百虎長ハーチは見つかったのか。この近くの砦にいます。ノリオ、杉寺を束ねられるのはお主だけ。考えたくありません。敵討ちは僧の務めではないぞ。そうである前に弟なのです。ならば手を貸そう。一人で行くな。お望みなら。ハーチはどこだ。小児砦に。そやつで間違いないのだな。ええ、探し出して慈悲を壊せます。聞く耳は持ちませんが。もし立場が逆であれば炎上は敵討ちを控えるように思う。つまり私が死に
兄が生きていたらということですか。その方が良かったのに。俺が代わりに切ろう。杉寺へ戻れ。とうに決めたことです。だが同じ鉄を踏むなよ。あなたと同じ鉄を。この戦で変わってしまった大勢の鉄だ。その鉄ならすでに踏みました。この先で小児砦を見渡せます。あなたに教わったことを生かしてハーチを追いました。人相はわかるか。その辺の猛虎と同じ人殺しの顔です。機会は一度しかないぞ。一目見ればわかります。では見つけたら迷わず切り伏せろ。犬め、ここから離れろ。ノリオ、腹が減ってるだけなんです。どうか命だけは。ノリオ、ただの野党だ。それでも今は許せなかったのです。少しは懲りたでしょう。進めば浄土に往生し、引けば地獄に沈むのみ。今のは兄がこの薙刀に刻んだ言葉です。櫛寺を賊どもの手から守った後に。守り手になった時か。炎上の苦しみは計りがたいが、お主に会うため耐えたのだ。兄は最後にこうつぶやきました。間違っていたと。何がだ。わかりません。ハーチュに最後の言葉はない。苦痛の叫びだけだ。休んでおいた方がいい。明日のために。そうしましょう。少しでも力を養っておかないと。ノリオ、どこだ。砦が燃えておる。ノリオは何をした。酒井様、お助けを。大変です。何があった。ノリオが見かけた時は祈りが届いたと思ったのですが。杉寺へ戻れ。あとは任せろ。地獄のようなありさまだ。誰の所業だ。ノリオです。正気を失ったようで。俺を焼き殺す勇気があるのか。燃えろ。その罪ごと燃えろ。人殺しめ。怒りで薙刀を振ることはないと申したであろう。クロードと同じことをしたのです。おかげでハーチは死にました。杉寺の山門はもう開けません。この汚れた手では。どこへ行く。わかりません。火をつけた時奴はまだ生きていました。私は叫び声を聞きながら喜びに包まれた。猛虎と同じです。もはやそうではない。やすやすと諦めるな。この島は未練や叶わぬ約束ばかりだ。だが守らねばならん。お主は杉寺最後の僧兵であろう。こんなことをしたんだ。かつての私には戻れません。元に戻れとは言っておらん。
お主が信じた道からそれず進んでほしい。ありがとう、酒井様。杉寺で待っておるぞ。酒井、話がある。誰にも言ったことないが、昔死にかけたことがあって。何かご入り用でしょうか。しゅっ。さあどうぞ見ていってくださいよ。役に立ちますよ。助かった。またいつでもいらっしゃってください。酒井、話がある。他にもお寺はあるのか。どこを選んだんだろう。北まで。鎧を仕立て直しましょうか。気に入らないならここを出ればいいさ。あんたを置いていけ。酒井、話がある。お主の年の頃、わしは次の長尾忠頼と言われておった。先生ならば当然でしょう。
政治を抜かすな。腕がいいだけだ。先生には感謝しております。かつてわしは鍛錬に明け暮れ、家族を持ついとまもなくてな、巴を後継ぎにしたかったが、あやつの所業は許せなかった。お察しします。わしは弓に生涯を捧げ、弓はわしの名を世に広めた。だが弓は所詮武具よ。家族を持てばよかった。先生、わしのようになるな。クロードに飲まれてはならんぞ。巴は神館におる。猛虎を率いて名声を得ようと駆け回っておるわ。ならば必ず捕らえましょう。捕らえて始末をつけねばな。酒井様、ご機嫌よろしゅう。すぐに猛虎を追い返さねばな。さもなくば、
は何だ。蒙古の皇帝、皆殺しだ。犯人は丸焼けだ。冷やを使ったな。背負いられておる。今日疲れたのか。これは日本の矢。叔父上の兵か。犯人は島の者だ。おそらく集団。先生ならば話は別だが。ご無礼をいたしました。俺に忍び寄るのは進めんぞ。ここの猛虎を殺した者のお仲間かと。その方は侍で、年老いた弓取りでした。石川先生だ。どこにおる。確か1日か2日で我が家に戻るはずです。そなたの家に。飯も暖もありますので。何の御用か存じませんが、下級のご様子でした。巴の足取りがつかめたのか。家はどこだ。この近く。じきに吹雪くので、まず私の罠を調べ、それからお連れします。よし、共に行こう。名は何と。松と申します。先生から何か聞いたのか。いいえ、何も。無口なお方なので。相変わらずか。まさかお侍にお会いできるなんて。戦は思わぬ縁を生むな。これを機にぜひともお伺いしたいことが。申してみろ。人の生き死にを左右できるお力を得られて、どのようなご気分。戦の最中、死に向かい合うと時は遅くなり、耳ざとくなる。敵の息遣いも、葉を撫でる風も聞こえ、そして色も鮮やかさを増し、鋭く美しくなる。それは意外なお答えでした。あれ、私の罠です。すぐに調べろ。先生が立ってしまう。ああ、体仕掛け直します。そなた狩りをしてはどうだ。ああ、狩りだなんて私にはとても。では餌を変えてみろ。そのつもりはありません。餌は何だ。獲物をその気にさせるだけ。それは愉快。男でも釣る気か。次を見に行きましょう。北の暮らしは辛そうだな。どこも同じ。私は南から逃れてきました。連れは。父も母も幼い頃に。以来一人で生きています。あなたは立派なお生まれでしょう。志村殿の甥だ。志村。まさかあなたが噂のクロード。でももののけのごとき背の丈だったはず。そういう話もあるが、もののけは人に化けて里に降りるとも聞くぞ。そんなものがいるわけないじゃないですか。でしょ。それに男前は人と決まってます。なるほどな。うまく化けられたようだ。あっ、獲物が取られる。追い払ってください。早く。任せろ。飢えておるな。お主ら、どうか見逃してください。人の獲物だろう。お許しを。ひもじくて、ついもう何日も木の皮しか食っとらんのです。持っていけ。ありがとうございます。逃がしたのですか、獲物まで。飢えた島民だ。敵ではない。噂とは別人のようです。全てが誠ではないぞ。じきに空が荒れる。罠は残りいくつだ。あと一つ。でも少し遠くに。
当てばかりで失礼でしょうが、クロードと呼ばれるお気持ちは？クロードとて人、仲間がおらねばとうに死んでおる。謙遜なさらずとも。これまで生き延びたのも足立家の僧侶や野党のおかげだ。皆の働きは語られぬが感謝しておる。先生が立つ前にそなたの家へ急ぐぞ。最後の罠はもう少し先にあります。あれです、何か取れてるかも。ああ、よかった、獲物取れたのだな。これで飢え死にせずに済みそうです。何を見ておる？本土、猛虎も戦もない地、あそこなら生き直せる。本土へ渡れたとしたら何をする？京都で小さな宿を開きたい。琴でも習って雅な着物を着た人たちが止めどなく泊まりに来て、下男が金を巻き上げる。京都が大騒ぎになるな。吹雪そうだ、行こう。先生がお待ちでしょうからね。それならば俺の後ろに乗ってはどうだ。今なんと？気にするな、急げ。始末する、下がれ。エンダーザ、直直しな。ヤグザ、ブしたがるはずですね。家はどこだ？その近く。さ、いや、ここです。お入りください。お優しい方だと思いましたが、先の戦いではまるで。島のためなら鬼にもなろう。私たちは辛い過去を背負い、心に闇を抱えています。そうでなければ生きられない。先生も似たようなことをおっしゃったが、お前が言うと自然に聞こえるな、友枝。先生曰く
私は敵を見くびる癖があると。俺を殺そうとしなかったな。なぜだ。猛虎に裏切られたの。技を盗まれた挙句に捨てられたか。抗っては見たものの、旧兵を全て倒すなど無理だった。つまり助太刀がいるのだな。だが我らで十分。どこが狙われるか知りたいでしょ。三人で奇襲を仕掛け打ち滅ぼせば私の気も晴れる。先生のお気持ちを聞かねば。ジン、止まっていってよ。いや、トモエ、すまんな。先生にお達者でと。しゃ、酒井。酒井、守備はどうだ。知らせがあります。北の城郭で巴と話しました。猛虎に裏切られたそうです。目の前におってなぜ生かしておいたのだ。旧兵が先陣を敷いております。巴は共に一掃したいと。隙をついてわしらの首を跳ねるつもりかもしれん。殺そうと思えばいつでも私を射抜けました。あやつを信じて報われた試しなどないがな。信じておりません。なれど我らも巴も助力を必要としています。乗ってやるとするか。肩をつけてやる。Thank you.
坂井。巴から知らせな。あやつに会うぞ。次に狙われる場所も時も教えるそうだ。本当のことを言うでしょうか。すぐにわかる。よいか、一つの過ちも許されんぞ。心得ております。行こう。行き先は？ウムギ谷の北、捨てられた賭場で待っておるらしい。奇襲には格好の場所。理はこちらにある。あやつは猛虎に裏切られ窮地におるてな。窮鼠は猫を噛むと言います。所詮ネズミはネズミだ。お前にできることは二つ。助けを求めるか裏切るか。あやつを知った今どう思う？騎兵を一掃できるならば試す価値はある。己の命を落とすな。上学では無事でした。あの場にわしがおれば結果は違ったぞ。待ち伏せでなければ司祭を聞き、猛虎の企てを止めるため手を組みます。処罰はその後に。民を殺した報い受けてもらわねばな。何か聞くおつもりですか？巴と話すことなどありゃせん。寝返ったわけは、あの日からずっと普通なのでしょう。わしに背を向けたのだ。話してなどやるものか。もうすぐ気を抜くな。ここからは歩くぞ。隠れておるやもしれん。あれが賭場。敵はいません。見えぬだけ。止まれ。右手にある岩、あそこに身を隠す。お主は？石川先生、ジン、私が殺すつもりならとうにやっておりますよ。あやつ、こっちに来て。ここで待ってくれ。私も共に。抜かるなよ。先生、ジン。愛も変わらずいい度胸だな。教わるまでもなかったことです。騎兵が攻めてくるそうだな。時と場所は？ウムギ谷、すでに向かってる。なぜ教える？藩への仕返し、私が騎兵を言います。加勢しなければ村は蹂躙されるということか。信用できんな。構いません。高みの見物でもします？しまった、もう米つけていたか。巴、待て。どうぞ。降りて。ノックダウンだ。やかっつん。ようですね。どうしよう。
戦しておりました。芝居だ、油断させるためのな。そんなに私に殺されたいのなら望み通り行ってあげましょうか。やめよ、このままでは村が危ない。すぐに立たねば。そうだな。だが巴、妙な動きをしたらその場で切り捨てるぞ。二人とも早く。の罪は消えんぞ。技を教えたのは脅されたから。ではなぜ中山砦で島の者を殺した？拷問を受けてたから。私が人思いに殺してあげたら猛虎に気に入られた。生き延びたこと謝らないよ。猛虎の番兵、私がやる。前の近道は分かるか？我らの姿を見られたら急兵に用心されます。確かに街道は避けましょう。腹を突っ切るぞ。どうやって赤島の野営を？お前の手下に襲われ後を追ったのだ。手を出すなと命じたのに。野営を増やすつもりでしたから。手下に感謝せねばな。串に着く頃には旧兵は手に負えなくなり、命令も無視された。援軍だ。数が多い。行くぞ。まずまずのできね。先生のような口ぶりだ。原の奥にある林、そこならば休めそうだ。巴、串でお主が猛虎といた姿を見たという女がおったぞ。生きたまま焼いた女だ。私がいたのではありません。だがお前が鍛えた旧兵だ。私はいつもいたずらに人を殺すなと命じてた。勢であるな。私を追っている。負けてなかった。さようなことは早う言え。それはご無礼を。夜まで待ちましょう。闇に乗じ活路を見出す。村が襲われぬか？いえ、まず旧兵を置き村の出入りを固める。
殺しはそれから。少し休め、俺が見張ろう。日が沈んだ、行くぞ。巴、先に行け、我らが続く。後ろから刺すつもりでしょ。敵がお前に気づいたら我らが身を隠し切る。いざ。離れないで。巴から目を離すでないぞ。先生、聞こえてますよ。知るか。物見がおるな。ジン、一人お願い。私はもう一人を。まだ来よるか。身を隠せ。カンヤガトモディクボスニグメテクイ。Та гору, наддер! Босотн, энде сонор сэремстеба! Исамнаю, Сакай! Сэнсэ, ёк нэратте! Ичия, иссац. Сэнсэ, такаотоши но вазаде втари штомемашта не. Мите така? Омай ва камае о каэта на. Миги уде о сагета кото де, я о ханатс токи ни. Ооо! よう考えたの。これはどうにもできないね。ここで戦えば旧兵に気づかれる。村に着く前に襲われるぞ。それは避けねば。酒井、どう見る。私が先陣を、後ろは任せます。私の旧兵。奴らは攻撃されたと分かれば村に戻る。牢城に持ち込まれてしまう。民が犠牲になるぞ。荷車に樽がある。後ろに回り込めば火や一本で片付く。いればこちらの居所が知れる。林から狙えるか。遠すぎるね。近寄ってみる。犯した罪を償わせてほしい。よし。信じるか。信じるのは巴の復讐心。なかなか足取りがつかめぬわけだ。教えの賜物ですね。まあな、備える。今だ。まずまずの出来だ。巴はどこです。知らん。
怪我でもしたか。止め！戦のしまいにはあの道のそばにおったが。村へと続く道です。まさか退却した猛虎をおったか。そうかもしれません。周平を殺したところで巴の罪は消え、復讐は果たしました。狙いはそれだけか。最後まで戦ったのは邪魔な敵を一掃するためでしょう。それは分かった。では麦谷には何がある。村には野党とならず者しかおりません。そうか、仲立ちだ。島から出るため船が欲しいのだ。そこもと。どうされました。女が通らなかったか。一人浜の方へ行きましたが。急ぐぞ。トモエビたばかりおったか。ですが麦谷を救いました。あやつは追われておった。わしらは本土へ渡る道を開いてやったわけ。常に先を越されますね。だがまだあやつを止められる。先生。石川先生とは強く憎み合いましたが、ブッダの教え通り最大の敵は最高の師匠なのでしょう。稽古の日々感謝してます。そして最後に手を取り合って戦ったことも。あなたの弟子であり娘である道もありました。しかし我が弓は対馬に置いていきます。今の私は放たれた矢、行き着く先は分かりません。あとは吹く風に任せます。終わったな。京都に着けるかもしれません。ああ、巴なら着けるであろうな。戦は終わっておりません。島を取り戻さねば。わしからお主に教えられることはあと一つだ。約束しろ。わしと同じ鉄を踏むなよ。肝に銘じておきましょう。巴は覚えが早いな。
トモエは覚えが早いな。あまり干渉にふけるでない。